おはようございます。よいしょ。いやはい、今私はどこにいるかと思い申しますと、福井県ですね。福井県中距離にまたやってきておりますよ。はい、霧が山出ててめっちゃ綺麗。ほんで周りがねめっちゃ山に囲まれてんよね。これわからんか。よいしょ。景色ええんよ。止まれは停止。右よし、左よし、レッツゴー。どこ来ましたね今日は。まあ別に何がどうなるわけではないんですが、まあ、新しい倉庫で、まあ、周り何もまだできてないこれからやっていく、作っていくみたいな工業地帯なんですかね。ちょっと分かりませんが、ちっちゃいユンボちゃんはあれ何、女性同士は飾られてた。はい、いやまあ、景色なんですけどね。これは伝わりますか？伝わりませんね。果たして動画を回す意味はあるのか。これは知らん。意味もあるのか。そうやったら外の景色を映してる方がいいのではないか。うん、難しいですな。今回来る時ね、これ中部縦貫道っていう無料の高速みたいなの。あれ、これはこの道で降りてる。初めての道やからわからん。これ左やね。はい、この京都縦貫道っていう、京都じゃ中部縦貫道っていうバイパスみたいなのをね通ってきたんですけど、まあ途中までね木をブイーンって走っとったんですけど、いきなり通行止めでして、こんなわけわからんところで下道を下ろされたら俺どないなんねんと思って、なんとなくね、今日20フィートなんで、まあなんとかなるやろ思って、20フィートでブイーって言ってたら、どん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 、あの下道ね、なんか前の乗用車の人が曲がっていったから、あ、こっちなんかなーみたいな、たまにありますやん。なんか道わからんかったら地元の人についていったら、まあなんとかなるみたいな。それがね、まあ目の前ね、乗用車さんやったんですけど、僕トレーラーでしょ。まあなんとかなるかなと思って、20フィートやったら。いけるやろと思ってね。プイーってついていったんですけど、もうね、入っていった瞬間にね、片側1車線やったはずがいきなり1車線になり、ちょっと待ってくれ、これはやばいと。こんなもん絶対アカンパティーンのやつやないかと。なんか公民館みたいなのあったんで、そこで急遽 U ターンして元の道に戻ってきて、ほんでまたね道を調べて、これってバイパスこっちでいいんやろ、こっちでいいんやろ、こっちでいいな。はい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 、はい、今ほら通行止め行いますって書いてるでしょ。もうびっくりしたんやから、これどっち、左やね。いつか偉い目合うんですよ、マジで。後方よし。
に お任せを。あかん、80キロ設定になってる。やめて、あかん、怒られる。はい、まあ60キロぐらいかな。はい、おでーよ、おでー。乗用車についていた思ったらえらい目を追って U ターンして道調べて、まあ事なきを得たんですが、ほんまね、全く土地勘ないところでいきなり下道に押されるのマジでやめてほしい。まあ僕 Google のナビで適当に入れて、まあなんとなくで走ったばかりやろうと思ってそれでしか入れてなかったから、えらい目を追ったわマジで。 Google もわっけわからん G の道通らせるしよ。まあ皆さんね、トラック乗ってはる方とか、まあ乗用車乗ってはる方も知ってるやろうけど、 Google のナビ信用したらえらい目合いますね、ほんま。まあ僕は信用はしてないんですけどね。まあとりあえずね、こういう道で大体の場所が分かれば、まあ国道さえ通っていけばまあなんとかなると、まあ、あとは高さ制限か、まあ、なんとかなるだろうと思ってね使ってますが、また雨降ってきたな。綺麗ですな、山が見えますか、これ伝わらんか。めっちゃいい景色、山に囲まれておりますね。多分ここ冬来た豪雪地帯ですよ、絶対。除雪はされてるやろうけどね。この綺麗な景色を皆さんにお伝えできてるだろうか。これ思ったんですけど、今僕ハイビジョンHD1080p で撮影してるんですけど、もっと映像綺麗な方がいいかしら。一応まあ 4K で撮影できるけど、 4K では撮影してないんよ。編集の容量がバカほど重たくなるからね。どうなんでしょう、綺麗な景色というか綺麗なの方がいいんでしょうか。なんやあれ、くら寿司みたいな建物。いや、山々が綺麗でございますよ。見ます？伝わらんよねこれ映像じゃ。なかなかこの田園風景の奥に山があり、この山が綺麗だと。こういう景色大好きですね。もうバイク乗ってた時はようツーリング行ってましたもん、こういう田舎のところに。もうバイクも降りて長いですが、家が全部でかいわ。ほんでみんなすごいね。集合住宅はおまへん、全部戸建てでございます。そりゃそうですね、多分安いでしょうから戸建ての賃貸も。こんなバイパスみたいなところ初めて走りますな。今回行った出番先が初めて行ったところなんでね、僕は。近くの道の駅、めちゃくちゃでかい道の駅ありましたね。何やったっけな、名前忘れたけど、もう大型もほとんど止まってなかったね。大型のスペースいっぱいあったけど、まあせやけどあれ多分近くに工業地帯とかできだしたらもう終わるよ、あんなとこいっぱいなるよ。まだね開発が進んでないからあれですけど、なんかすごい言い方なのかな、ちょっと分かりませんが、
キロ制限なんで70キロを死守しておりますよ。ちょっとトンネル入っちゃうな。走ります。渋滞情報とか何も出てなかったけどな。よいしょよいしょ。これ僕降ろされたとこやね。前っていうか昨日の朝。何か書いてる？何も書いてないやん。でも渋滞って出てんねやな。バイパスみたいなところがもう真っ赤っかで渋滞してるんで、とりあえずちょっと下道に降りてきました。これは左やね。え、大丈夫かい。これこっち通れるよね。おい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 、ちょっと走ったことないところなんだよ僕は。大丈夫なのかい、こんな田舎道。まあいけるでしょ。あんなところが渋滞してんねやろ。事故かな。調べてもちょっと出てけへんのよな。でも多分これもう黒くなってきてるから多分通行止めかな。何やろ、事故かなんかで通行止めの可能性ありますね。悪いですね。国道やとね安心して走れるんですが、県道となるとちょっとドキドキしますな。まあ目の前にダンプさんが走ってるんですけどね。まあ調べた感じ、ざっと見た感じ、高さ制限はないであろうと、おそらく。なのでまあとりあえずこのまま下道走るかと。雨降ってくるし、もう高速はなんか通行止めみたいなのになってるし、もう踏んだり蹴ったりですわ今日は。幸先悪いですわ。なんか恐竜が有名だよねここら辺。ところどころ恐竜のなんかあるわ。
怖なってきたんやけど。ねえ、まあ渋滞にね捕まってそのままダラダラ走っとってもよかったんかもしれませんけど、僕渋滞に飲まれるのほんま嫌なんすよ。まあみんなそうやろうけど、それやったらね下道でねこうダラダラでもね走ってる方がね僕はいいんですね。なんかバイパスの上とかでじっとしてんのがなんか嫌や。そうやったら走る方が絶対速いし。のどかですな。すごい山道、田舎道。ようこそ禅の里へ。永平寺タウン。おお、どこですか？よう分かりませんよ。止まって波みたいのに見れない。地元の人はね流れるからいいんでしょうけどね、もうね走ったことないで言えば怖いや。とんばれー、あっち、突然の赤信号やめて。
で左行かなあかんってなったんだけど、なってるというか行かなあかんっぽいんやけど、あ、行けるな、行けます、行けます、416行けますね。ありでございます。あら、ダンプさんはまっすぐ行ったわ。どうして？間違えてるのは私。ちおいっさー、おいっさー、おいっさー。自衛の人はみんな曲がらない。なんか向こう行けるんかな、でもダンプやからな、採石場とか行くんかもせんしな、怖いんやか、行ったことない道怖いんやか、なんかミラー飛ばしとなんか橋脚出てるて、怖いってあれ、でこれを右やな、狭いけど大丈夫け、これここそのセンターライン割っちゃってるけど俺大丈夫、これ右でいいんやな、まっすぐ行ったらバイパス乗れるけどもうええわ、ここまで来たらこれやろ、ないよね、これ一応国道やねんけど代金ちゃうよね、狭い家、おい、なんか狭い道やね、片側一車線もあるけど、知ってる人は絶対こんな道通ってないやろうな、なんか俺もおかしいな思いながら通ってるもん、まずトラックが全く走っていません、乗用車しかいません、その時点で絶対違う、家でっかいなここらへん、村中っていうか町中に降りてきたぞ、永平寺町役場、いやーほんまいけんこれまあいけんねやろな、田舎の町中って感じするわ、コンビニにトラックは止まってるね、これを左かいな、これ左行ってちょろっと行ったらもう行けるな、コンビニ多いな、行きも通行止め、帰りは渋滞で、それを迂回したらえらいことになったな、おい、なんだこれ、なんだマジで、かなんねんけど、巻き込み歩行者、よし、
はい、もしもし。おはようございます。はい、とりあえず知っての道にも出てまいりました。 あとはね8号線に乗ってもうそいやー言うて帰るだけですわ。今ね、一緒の現場に行ってたもう一人の僕の師匠の方が渋滞情報というか Google の何も見んとそのまんまバイパスピューって走ってたらいきなり流れが悪くなって止まって、え、何ってなったら渋滞に飲まれたみたいです僕見とってよかった。こんなところで渋滞してるのなんか見たことない言ってましたね、師匠も。持っとるわ、ほんま。いやでも見とってよかったマジで。師匠は飲まれてしもた言うて、もう止まってるわ言うてたんでね。おそらくこれは下走った僕の勝ち、イエイ。まあ早く帰ったから言って何があるわけでもないんですけどまあまあまあ、そうか、先に言っといたってよかったな。知ってると思ったから。はい、ではまあえちらおちらね、ただただ高速道路を降ろされてあたふたしてるおじさんの動画になっちゃいましたけど、まあ、あとは8号線走るだけなんで面白ないんでね。はい、えちらおちら帰っていきたいと思います。もしよろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。てい。